も鉄のセカンドチャンネルです。エアコンからの結露水、ドレン排水、もしもエアコン内部が簡単に清掃できたならば水不足が解消できるかもと思い調査したお話となります。国連の食糧農業機関では2025年までに全世界人口の3分の2が水不足に陥る可能性を示唆。ありがとうございます。